あ、これか。マリンバ。ずいぶん錆びれてるな。ここだな。ん？鍵がかかってる。すいません。スカイファイナンス泣き山ですが。ん？いないのか？ですか？また出直しだな。花ちゃんになんて言い訳しよう。今でも誰か出てこなかった今。大丈夫。あ、リリー。これって、あ、マリンバ関係なく、ここに誘導されてるわけね、俺。あの。あら、いい男。なに、そっちに興味あるの？は？一体何の話ですか？このお店に用があるんでしょ？ねえ、別にそういうわけじゃないんですが。それは何か？やだ、私をからかってるの？男女優って言ったら、女装バーじゃなーい。え？ってことじゃ、リリー。あれ、女装なんか？それ本当？そうよ。だから、男が一人で入るなんて言ったら、そっち系の趣味があるのかと思っちゃうじゃない。あ、いや、だから違いますよ。ちょっと知り合いの子がここで働いていたことがあって。それの聞いてよ。この店長さん、なかなか渋くていい男なんだけど、ただの雇われ店長だから、残念ながらそっちの気がないのよ。ああ、そうなんですか？何が残念かわからないけど。それよりも、お仕事終わったら、うちの店で飲まない？サービスするわ。機会がありましたら、そのうち。待ってるわよ。大丈夫か？女装バーだって。リリーはこの店で働いていたと言っていたが、ちょっと気になるな。嘘ついてるのか？リリー、リリーよ、嘘か。え、いいの入って。お、何？めっちゃ入っちゃったけど。あ、このライターあれじゃない？リリーが持ってたやつじゃない？死んでる。お、素人の目にもわかるぞ。これめっちゃ時間経ってるし、なんやったら T ウイルスとかじゃない？これ。すごい。フランス体というか、ウイルスにやられたか、腐ってるか。いや、ゾンビよ、ほぼ。どうやら死後数日は経過してるようだ。腐敗臭がひどい。柴田組じゃん。これはダイモンだな。しかも柴田組のものだ。ということで、この男、柴田組のものか。うわ、ええー、な、キモ。言っちゃ悪いけどさ。死後数日経過してる。不安臭がすごい。うわ、言っちゃ悪い、言っちゃいかんかもしれんけど、気持ち悪いな、やっぱり。変えるか。おびただしい出血だな。しかもすっかり乾いている。変えるか。ライター持っていくか、とりあえず。これあれじゃね？リリーやったな。で、とっさにライター掴んでた。犯人はリリか？やり残したことがある気がする。もっとよく調べてる。え、他になんか調べることある？あ、カレンダーとか？ライターだな。店名が書いてある。この店で配ってるもののようだ。リリやったな。リリちゃんが持っていた。国外逃亡するのに1億。ありえるな。リリー。まだ？あ、もういいんか。十分調べた。なんてこった。大女優の店長が殺されていたとは、あれは死後数日は経っているな。しかし、反乱の死体か。確か、キドちゃんも、金村組長が同じように殺されていたと言っていたが、ひょっとして同じ犯人か。柴田組の犯行だろうか。あら、どうしたの？顔が青いわよ。ああ。うちの店でちょっと休んでいきなさいよ。いえ、結構です。大丈夫ですから。それじゃあ、急いでるので。もう、釣れない人ね。これでも、警察電話しておいた方が、後で見つかった時、怪しい男が来たみたいなこと言わない？ここにいるとあらぬ疑いをかけられそうだ。早くスカイファイナンスに戻ろう。目撃者いるぞ。消しとくか。さっきのやつ。
うん、大丈夫大丈夫、そんなきっとうまくいく、きっとうまくいく、なせばなる。父さん昔から言ってるだろ、なせばなるって。あ、とりあえず帰ってきたけど。へえ、まいったまいった。ちょっと花ちゃん大変だよ。花ちゃんもまさか、嘘、花ちゃん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 、しっかりしろ。嘘だろ、マジで。社長、お帰りなさい。どうしたの。一体何があったんだ。それが、え、ああ、木戸さん、ごめんなさい、ちょっと買い物に行ってて。ああ、すいません。木戸ちゃんがやったんじゃないよな。勝手にお邪魔してます。六方戦勝社長、今ちょっと取り立ての仕事に出かけちゃってて。あ、でもそんなに長くはかからないと思うから待っててください。あ、お茶出しますね。あ、あ、お構いなく。どうしたんですか、何か忘れ物とか。いや、ちょっと秋山さんに確認し忘れたことがあって、携帯にかけたんですけど繋がらなくて。帰ってきたかな。あ、そうでしょう。社長いっつも寄り道して遊んでるのを邪魔されるのが嫌で携帯の電源切ってるんですよ。おかげで仕事が片付かない片付かない。秋山さんらしいですね。お、チンピラ来た。客さんって感じじゃねえな。また降りない人たちだな。すみませんけど帰ってもらえます。社長も外出してますし、それでも用があるって言うなら私が相手に。え、危ない、花ちゃん。それは違うだろ。花ちゃん、花ちゃん、あ、その後何があったのか分かんないのか。私何もできなくてごめんなさい社長。いや、いいよ、怪我なく、怪我してるけど無事でよかったよ。無事じゃないの、これ無事だよな、無事って言うな、これ大丈夫だよな、気にするな。俺の方こそいてやれなくてごめん。ところでその君を襲ったやつらはまた例の柴田組だったのか。いえ、え、初柴会の緑川だって言ってました。言ってたか。言ってたかな。初芝会、何それ、茶道クラブみたいな感じ。ええ、何でも初芝会の会長は柴田組の会長の弟分なんだそうです。その緑川って人、妙におしゃべりで聞いてもいないのに自分から勝手にいろいろ喋ってくれました。はなちゃん、どういう状態なの。一回殴られて倒れて、また一回起き上がってまた倒れたってこと。それで柴田組に協力するために木戸さんを狙ってきたみたいで。木戸ちゃん、そういえば木戸ちゃんはどうした。それが緑川って人の手下に囲まれて、もう殴る蹴るの状態で、木戸ちゃんぐったりしてしまった後どっかに連れて行かれました。木戸ちゃんが連れて行かれた。はい、あんな多勢に無勢だったらかなうわけないですよ。銃も持ってたしな。あの社長、あ、ごめん。そっか、木戸ちゃんが。一体そいつらどうして木戸ちゃんを。さあ、あ、でもその緑川って人、うちの顧客名簿を持って行っちゃったんです。それも目的の一つだったみたいで。あ、あれか、ライバル闇金みたいなところから顧客名簿盗んでこいみたいな、おい行ってこいみたいな、ただし行ってこいみたいな、なかったっけそういうの。牛島さんで借りるだけとかなんとか言ってましたけど、どうせ返しに来るわけないし、客名簿どうしてそんなものを。さあ、それよりも木戸ちゃんが、分かってる、初芝会だかなんだか知らねえが、貸したものはちゃんときちんと返してもらわないとな。かっこいいね、やっぱこれ金融っぽい。なんか社長、無茶しないでくださいね。何言ってんの、君の怪我の方が心配だよ。
警察や警護、警察も警護するとか言ってときながら何やってんだよ。だから本当だよな。あんな口だけか。私なら大丈夫です。さっき携帯で救急車呼びましたから。え？やっぱり君は有能な秘書だよ。君は心配しないで、無事にキドちゃんと顧客名簿を取り返し、失礼、噛みました。取り返してくるから。はい。アナちゃん。緑川葵。何してくれとんねん、うちの花ちゃんに。まずは緑川の手がかりを探すか。お、なんだ。決定的瞬間を目撃しました。なんだ、陽気な。Here we go. カモン。あなたは見ましたか？さっきデンジャラスな人たち。何？さっき緑川か？カムロ町はハプニングでいっぱいですね。デンジャラスな人たち？緑川たちのことか？おい、あんた、ちょっといいか？見たんか？特徴とか。これあのカメラの人だよね、これ。突然話しかけて悪いね。No program! We are Mac ね。世界を股にかけるフォトグラマーなのです。写真家なのか。俺はそこのスカイファイナンスって店で金貸しをやってる秋山だ。さっきあんたが言ってたデンジャラスな連中について教えてくれないか。イエーイ！怖いお兄さんたちが何人もゾロゾロ歩いていたです。何か事件が起こるのではないかとドキドキだったのです。決定的瞬間ってさっき言ってたけど、そういう事件の写真とか撮ってるのか？事件だけではありません。ミーは最高の一枚を撮るために世界中を旅しているのです。あまりにはカムロ調率高いな。あ、でも沖縄にもいたのか。最高の一枚。秋山さんは、何か決定的な瞬間を見たとき、ピーンとひらめくことはありませんか？決定的瞬間を見てひらめく。人はそれを典型と呼びます。典型？あの典型ってあの、典型を得るとかという？イエーイ！その通りです。きっとそういうひらめきのある写真の中に、最高の一枚があるに違いないのです。連携ね。なるほど。それでデンジャラスな連中のことなんだけど。イエーイ！秋山さんも最高の一枚探しましょう。いや、まあ、わかったよ。俺も探すから、それよりもデンジャラスな連中について探します。You! グッドね。早速探すのです。ダメだこりゃ。とりあえず最後まで付き合うか。おー、ナイスタイミングです。You!向こうのビルを見てください。何？お、なんか叫んでる。君が好きだと叫びたい。あの女性、何か起こる気がします。ユーの持ってる携帯電話のカメラで決定的瞬間を撮影してください。携帯電話のカメラの機能でいいのか。あとやってやるよ。うん、典型をひらめくことがあります。はいはいはい。主観モードにして、×でスタートです。3回のシャッターチャンス全て入力成功すると、最後に3択の問題が出ます。3つの中から技へとつながるものを選ぶことができれば、点検を得て技をひらめくことができます。やり方が分からなくなったらミーに聞いてください。もう一度説明します。これね、主観モードにしてカメラで見る。来るか。あれはかっこいい。なんぞ変態ぞ。いや、関わらない方がいい、こいつは。美しい汗じゃないのよ。はっ、かもその動き。あ、まぬけ。だがおっと、すごいのか？あっ。うわぁ！幸せそうな顔しやがって。
天使のようなブラ。ウルトラマンじゃないからね。いや、サスペンダー必要なのか、結構かわいいな。これだろ、ビルの次々飛び移る足さばきがすごい。あと足技メインだもんな、秋山。ひらめいたぜ。ひらめいたぜ。これだ。こんなん覚えるんか。いやでもさっきのやつのがすごかったぞ。マック、我、天啓を打たり。よう、マック、メールはこんな感じでいいのか。カムロ町にも飛んだ変態がいたもんだ。だが、やつの芸術ともいえる美しい身のこなしだから、俺も新たな技をひらめくことができたぜ。我、天啓を打たり。いや、え？イエース !You very good name! 秋山さん、ナイスセンス。いい写真が撮れたらミーに送ってください。な、分かった。撮れたらマックにメールで送るよ。で、それでさっき言ってたデンジャラスな連中のことなんだけど。おお、そうでした。ぽっかり忘れていました。階段を降りて天下一ストリートに出たところまで見たのですが、その先は分かりません。天下一通りか、それだけじゃ分かんないな。まあいいや、探してみるよ。ありがとな。ノープログラムです。頑張って探してください。まあ典型のあれはイベントがあったからよかったけど、とりあえず花ちゃんの仇は取らなきゃな。顧客名簿とケドちゃんを取り戻すといったものの、緑川はどこにいるんだ。聞き込みしてみるか。